そしたら今回はバッドエンドレスシアターというゲームで遊んでいこうと思うんだけど、このゲームは女の子が劇場に閉じ込められてて、とりあえずその女の子を助けるっていうゲームかな。まあ、とりあえずちょっとやっていきましょうか。開幕だと。まあ、始まったわけね。ここはどこだろう。見るからに劇場のようだが、ケテ、レカ、助けと、か細い声が聞こえる。仮面をつけた女の子が操り人形のように吊るされている。どうやら声の主はこの子らしいと。まあ、助けると様子を伺うだけど、とりあえず一発目助けるがいいんじゃない？そこに誰かいるのですかと。これは助けたのか？いるよ、僕だよ、僕。ちょっと大きめの虫が君のそばを張ったから叩いちゃったと。にしても僕の仮面じゃ大きすぎて周りがよく見えないんだよね。一旦外してあげると。ほら、よく見てごらん。君に手を出そうとした、プラチナ害虫はこれだよと。あ、すごい、泣いてるね。まあ、可愛いね。なんてことをと。ごめんなさい、私のせいで。私が助けを求めたからと。あ、俺殺されたんだね。早いな。俺2分ぐらいで死んだぞ。君は何にも悪くないよと。悪いのは君をそんな風にした僕と、空気も読めずにのこのこやってきたこいつなんだからと。あ、空気読めなくて悪かったね。でも君ってばまだ抵抗する力があるみたいで困ったなと。そうだ、君が可愛くおねだりしてくれるならこの人間を見逃してあげるよ。まだ息もあるみたいだしと。まだ俺息あるんだね。助けてくんねえかな。まあ、私は私にできることであればあなたに従いますと。従っちゃうんだ。どうか巻き込まれただけの、その人の子は傷つけないでと。人の子って言い方ちょっと特徴的だね。本当君って人間大好きだよね。焼けちゃうなと。ってことはこの子は人間じゃないってことなのかな。まあ、人間なのかな。わかんないけど、まあ、男は人間じゃねえなこれ。ほら聞いたかよお客様。お前を助けるためにあの子は僕に服従することを選んだよ。よかったね。それじゃあさようならだと。よくは全然ないけどね。俺が悪いの？俺悪くないけどな、これ。あ、殴られたな、俺。キャー、なんでそんなひどいと。人間にとってここは夢の中。何も現実で死ぬわけじゃないんだから、殺したって問題ないでしょと。早く返してあげた方が恐怖も傷も浅くていいじゃない。僕なりの優しさだったんだけど、君には少し刺激的すぎたかなと。まあそうだね。女の子より、まあ、俺にとっても刺激的だったね。そんなのあんまりですと。まあ、そうだよな。あんまりだよな。ごめんなさい。私が助けを求めたせいでと。これは使えるかもな、ふふと。まあ、意味深な笑い方してるってことね。僕、いいこと思いついちゃった。準備するから、君はおとなしく、ここで待っててね、と。待ってても何も。縛られてるんですけどね。ごめんなさい、ごめんなさい、と。聞いてないや。まあ、いいか、行ってくるね、と。まあ、俺が殺されてバットね。まあ、結構早めにあっさり死んだね。とりあえず声の方へ向かうか、その場に留まるっていう選択肢は前回なかったと思うから、今回ちょっと行かないでおこっか、死にたくねえし。あはははは、と。すーごい棒読みだったね、今案内に。突然の声に反射的に目を向ける。あー、ちょっとかっこいいんじゃない？ややお客様、極上の悪夢をお届けする夢の劇場へようこそと。僕はこの劇場の管理者であるあの子の代理、シロの案内人です。以後お見知り置き、置かなくても別にいいやと。まあ、知りたくねえって男は興味ねえしな、俺も。おっと、まだ冷めないでお客様。大事なことを覚えて帰ってもらわないと困るんだよね、と。なんでこんなことをするのかって？この劇場はね、お客様に幸せな夢をお届けする夢の劇場なんだと。まあ、今んとこ幸せではねえな。え、こんなの全然幸せじゃないって？まあ、そうだよね。どうかな、僕は思うんだけどね、幸福な夢ほど、目覚めた時に、なんだ夢かってがっかりするでしょ？そもそも俺夢覚えてねえな。それって、どんな悪夢より後味が悪いと思うんだ。だったら、ああ、夢でよかったって思う悪夢の方が、現実のありがたみが増して幸福だと思うんだよね、と。まあ、相逆理論ね、これ。そう、つまり、これは僕なりの優しさなんだわかるかいと。大のくせに偉そうに管理者は納得してるのかって聞きたい。聞いちゃう？答えてあげましょうと。今んとこ俺あんま喋ってないけどね。あの子は僕の言葉に逆らえない。あの子自身が言ったんだ、僕に従うってね。まあ、前回言ってたこと、まあ、集会だよね。しっかり刻み込んだかいと。じゃあそういうことでバイバイお客様だと。まあ、俺は追い出されたってこと。まあ、蹴り飛ばされたね、今。まあ、助けないでおく？様子伺おっか。そこに誰かいるのですかと。声は出さないでください。周囲を見て。彼、白い服の男が見当たらなければ、そのまま黙って私の話を聞いてくださいと。もし彼がいるようなら今すぐ逃げてと。女の子の言う通り辺りを見渡す。誰の気配も感じられない。私の代わりに願い星、星の形の飾りを探してほしいのですと。確信持ってはいましたが、ここに吊るされる際に落としてしまって、この辺りに落ちていると思うのですと。願い星を使えば、この悪夢を終わらせることができますと。どうかお願いします。私に力を貸してくださいと。力貸したいけど俺死にたくもないんだよな。女の子の周りの床を見る。砕けた何かの欠片が散らばっている。形からして寄せ集めれば星の形になりそうだと。拾い集めてみようと。
あれ？もう集められんの？光に包まれると知らないはずの記憶が意識の底から浮かび上がってくる。これはこの女の子の記憶？ああ、女の子の可愛らしい記憶がね。この場所の正当な管理者である彼女は、かつて眷属であるウサギたちと楽しく暮らしていたと。そう、彼女こそ、この劇場の正しき主。劇場の黒い女神。それが彼女の正しき姿だ。おー、すごい。力が足りない。願い星？まさか砕けて？なんということでしょう。これでは全てを元に戻すことは到底。あ、今危なかったね。ちょっと棒読みで、なんか自分で笑っちゃったんだけど、まあ、ちょうどよかったわ。頑張ったみたいだけど、残念だったね。愛しい君と。俺？それとも本来の姿を思い出した今は、敬意を持って女神様って呼んであげた方がいいですかねと。近寄らないであなただけは絶対に許さないと。まあ、ウサギとかも殺したんじゃない？いいよ、僕からは近寄らないで飽きると。だから、君が代わりに僕のそばへおいでと。そんな言葉に従うわけ、まあ、従っちゃうんじゃない？嘘、いや、どうして？あー、ちょっとヤンデレだね。嫌だな、忘れちゃったの。君が言ったんじゃないか、僕に従うって。あー、かわいそうでかわいい君。君は人間のイメージの影響を受けちゃうたちだから、僕は人間たちの無意識に少しずつ君への暗示を植え付けたんだと。完全に掌握するにはまだ足りなかったけど、かけた暗示はまだ君の中に残ってる。君はもう僕には逆らえない、そうだよねと。いいね。くっ殺せか。まあ、全然そんなことないけど。また手足を縛って、ゆっくりじっくりおまじないを重ねていこうねと。すぐ気持ちいいことだっていっぱいになるからと。何にも心配しなくていいよと。気持ちいいこと。触らないでください。いや、あなたなんて大っ嫌いと。心は嫌がってるけども、体は正直っていうことね。僕は君が大好きだよと。まあ、一応やんでるか。まあ、いいんじゃないだったら。あははははこんな見せらねえの俺。君からキスしてくれるなんて何を企んでと。何？舌噛んだの？取り戻した全ての力をあなたの内側に直接注ぎました。あなたが初めにかけた私を人へと貶める呪いを含めて、もう元通りには戻れないのなら、あなたにも私と共に落ちてもらいます。道化の悪魔と。悪魔なんだ。参ったな。今度こそ僕の勝ちだと思ったのに、結局油断してこれだと。僕ってやつは本当に間抜けだなと。まあ、間抜けなんじゃない。悪魔からしたら、こんな風にちゃちゃ入れてる観客ってどう思うんだろうね。でも、まあいいやと。十分好き放題君を蹂躙した上に、君と一緒に人間になれるなら悪くないと。許さない、絶対に許さないと。なんでそんな満足そうな顔をするんです。ふざけないで。傷つけるだけ傷つけて、何もかも壊したくせにと。いいよ、許さないでくれたら僕は君の特別でいられるものと。大丈夫、君がどんなに変わり果てても僕は必ず君を探し出して、何度でも恋をして、果てもなお愛するよと。まあ、結構な愛の告白じゃないこれ。絶対に逃がしてあげないからね、愛しい君と。消えたな。悔しい悔しい、許さないと。まあ、泣いてるわけね。無言になっちゃったね。置いてけぼりにしてごめんなさい、優しい人のこと。そうだね。置いてかれてたね、俺。遅くなってしまいましたが、私を助けてくれてありがとうございました。しかし、彼から与えられた呪いはもうどうあがいても解くことはできません。私も先の彼同様、すぐに人の見え転ずることでしょう。この劇場もしばらくは閉鎖ですね。お帰りはあちらの出口から、外へ出れば自然とあるべき場所へ目覚めるでしょうと。こんな結末になってしまいましたが、それでも、長い悪夢を終わらせてくれてどうもありがとう、愛しい人の子だと。俺からしたら10分ぐらいだけどね。人間になったらあなたのような方とお友達になりたいです。えへへと。やばいよ、こんなこと言ったら悪魔に殺されちゃうよ俺。おやすみなさい、さようならだと。まあ、真実のエンドだと。とりあえず、ツルーエンド見えて、バッドエンド見えたけど、ハッピーエンドとかあんのかな？エンジングが、何種類あんのかはちょっと分かってないから、まあ、悪夢を終わらせたと、救えませんでしたってあるから、あと3つあるってことかな。まあ、とりあえず集めるだけ集めてみようかな。まあ、ハッピー見れた段階では、多分終わると思うけど、ひたすら今助けてんだけど、ちょっとずつなんかセリフは変わってきてんだけど、そう、君は僕に愛されるための存在なんだからにちょっと変わってるから、まあ、これからもちょっとなんか、助ける連打していこうかな。なんか変わりそうだよね。それともちょっと癖になってきてる。なんでなんでなんで、私は何もしないのになんでと。ふふ、壊れちゃって可愛い。全部僕やこの人間のせいにしてっていいんだからねと。だって全部僕が君にそうさせているんだ。君は僕のお願いを何でも聞いてくれるからねと。何でも。まさかそんなダメやめてと。まだまだやめてあげない。さて、次を読まなくちゃねと。それじゃあ邪魔者はとっとと帰ってね。何十回も切られてるからね、今。これも変わったんじゃない？次はどうしようかな。聞きたくないも何も聞きたくないと。拒絶しないでよ、傷つくな。興奮もしちゃうけどと。変態だね。そうだな、少し方向性を変えてみようかな。例えばこんなのはどうと。君は僕の声を聞くだけで、いいんですか？エッチな気分になっちゃうとかね。何それ、なんでそんなバカみたいと。まあ、薄い同人誌みたいだね。僕はバカな道化だもん。今更だね、君が僕好みのエッチな子になってくれるところが見たくてたまらないんだと。それじゃあ邪魔者はとっとと帰っても、邪魔者だね、確かに。見たいけどね。
殺されてもいいから見せてくんねえかな。で、君は今どんな気分？なんか、俺の声でこれ聞きたくないよね。俺も聞きたくない。編集してる俺が聞きたくないもん、これ。こんなの違うのにと。いい具合に出来上がってるね。今すぐ食べちゃいたいくらい可愛いよと。僕食べちゃっていいんじゃない？じゃあそろそろ君は僕以外と喋れなくなっちゃおうかと。さっきよりマシじゃない？まあ、とりあえずなんか許してくれって言ってるわけね。別に怒ってないから許すも何もないよ。君のもっと落ちた姿を僕に見せてとも見たいね、俺も。あ、見せてくんねんだ、俺は。どんどん僕色に染まって、この子は可愛いけど、この単純作業は疲れるし、飽きてきたなと。そうかな。俺はね、ちょっと楽しくなってきたよ。あ、そっか、お客様いるから君は喋れないんだったね、と。ね、お客様、このけなげな子、とっても可愛いでしょ。僕の特別な子なんだ、と。まあ、可愛いね、確かに。こんなに仕上がっちゃって、この子じゃあもう僕に勝てないよね、と。また洗脳したわけね。あー、やばいことしたくなってきちゃった、と。それじゃあ、邪魔者ママ帰りますね、じゃあ、いつも通り。また会いましょうね。変わったね。助ける画面に行かなくなっちゃった。この子はこの劇場の可愛い管理者。と言っても僕がいないと何にもできないんだけどね、と。で、僕はこの子の代理を務める白の案内人です、と。以後、お見知り置き置かなくても別にいいよね、と。まあ、いいんじゃない。ものすごく笑ってるね。さーて、次はどんなおまじないをかけてあげようか悩むな、と。この子はとても感度が良くて、劇場の管理者だよ、と。まあ大丈夫かなこれ。で、僕はこの子の代理を務める城の案内人ですと。まあ、ここは同じかな。最初にご紹介するのはこの子。この劇場のキュートな管理者、ちゃんと。この子は僕に抱かれてる時が一番幸せだから、こうしてずっと一緒にいるんだと。で、ここは同じだと。まあ、ちょっとずつ変わっていってんのかな。どうせくっついてるのかって、それは僕たちは二度と離れることはない恋人だからだよと。ご紹介がまだだったよね。この子はこの劇場の素敵な管理者。で、僕は、ここは同じか？ここで変わんのか？ああ、最高に愉快な気分で歌い出したいくらいだなと。野草曲を爽快に口ずさむ声へ反射的に目を向けると。へい、お客様、極上の悪夢をお届けする夢の劇場へようこそ。どうしてくっついてるのかって、それは僕たちは二度と離れることない恋人だからだよと。まあ、同じか？素敵な管理者。まあ、同じだな。あ、まだ意識ある。あは、しぶといねと。じゃあ、そろそろこの戯れも終わりにするし、最後にお前に種明かしてあげるよと。この子はここの女神様だったんだけど、人間の無意識のイメージに影響を受けるたちでね。僕がじっくり人間たちにイメージをすり込んであげたんだと。お客様は記念すべき100人さ。すごいよね。100の呪縛を受けてもなお、この子は僕に叶わないと。僕だけの愛しい子になったんだ。ありがとうね、お前たち、お客様がみんなバカでよかったよと。バカなのお前だけどな。お前何回も何回も同じこと言ってたもんな。じゃあ、この後僕らお楽しみだからバイバイと。バッドエンドお疲れ様だと。いいとこ見せないで終わったってことね。何十回も何十回も頑張って得られたのがこれか。クソみ、ああ、また人間が迷い込んできたと。わクソって言ったのは撤回しよう。全く僕ってやつは扉を閉め忘れなんてうっかりしてたなと。それとも君がまた無意識に助けを求めているのかな。残念ならこんなに愛してるのにまだ僕に心を開いてくれないなんてと。それはそうとさ、お前いつまで見てんの、見せ物じゃないんだけどと。見せてくれよ。いいじゃん、そんくらい。確かに、公開良くないこともいつかやってみたいけど、今はまだ二人っきりを満喫したいんだよね、と。まあ、まあどうだろうね。まあ、これに関しては何も言わんけど。ほら、首くくってさっさと失せろよ、と。それとも僕の手にかけられたいのかな、若者な人間だな、と。いや、さすがに、そんなね、失礼なことはしない。ちょっと自分の手で終わらせるよ。はあ、しょうがないの、いや、大丈夫だよ。ちょっと待っててね、君の代わりにお客様をおもてなししてくるからね、と。まあ、エンドレスがこれで終わったのかな。なんか、いきなり、何これ、これ何、ハエ蝶がよくわかんないけど、まあ、エンドレスが終わったのかな。あと一つ取れてないんだけどね。まあ、いいやつ見せてもらったんじゃない。とりあえずちょっとタッチしよっか。あ、なんか進んだ。終わりない悪夢に、巡りは淀み、世界が歪む。あ、今式、道化の悪魔め、絶対に許さない。おや、繰り返す悪夢の末、こんな果てまで迷い込んでしまったのですね、お客様だと。語ってんね。まさか、こちらに迷い込むほど世界へ歪んでしまったのか。私たちですか？私たちはいわば彼女の代理者。私は劇場の獣。血がない語り部。俺はじゃあ願い星の力を継いだ彼女の眷属。詳しいことは作者の別作品、幕あいみかん劇場を読んでくれればわかると思う。無料で読めてお得だと。おー、宣伝。じゃあ器にてメタ発言が尖っているねと。ここは言うなら舞台裏だからね、わかりやすい方が喜ぶ人もいると。気を取り直してお客様、残念ながらここは行き止まり、ここより先に望む夢は見ることは叶いません。けれどもしあなたが彼女を劇場を救うことをなお望むというならば、俺たちが力を貸してあげると。星の力ね。すべてをたどり直したいなら、この願い星のかけらに触れるといい。そうしたらすべてを始まりへと戻すことができる。しかしそれは、これまで手にしたすべてを手放すことと同義。その覚悟が終わりならあなたは望むままにと。
簡単に言えばエンドリストやフラグ変数が全て初期化に戻るってこと。全くジアに人間の情緒ってものをよく分かってないみたいだねと。あ、失礼お客様、すでに劇場の外に持ち出した証は残るのでそこは安心してくださいと。あくまでもこの劇場内における全てが初期化されるだけ。さあお客様いかがなさいますかと。触りたくねまあ触れちゃうか。これでデータは初期化されたよと。時期に始まりの夢へ戻れるはずです。健闘を祈ってるよ。彼女のためにも頑張ってね、応援しているからと。そうだ、お戻りになる前に一つだけ。彼女を救うためには彼女に一つとして自爆を与えてはいけません。必ずや最初の夢で願い星を掴み取ってくださいねと。それでは縁があったらいつかまたお会いしましょう。ヒント見よっか。俺また繰り返すと多分発狂しちゃうよこれ。願い星を手に入れてください。あなたはそのありかをご存知だから。願い星を手に入れるってことは提示される選択肢に惑わされてはいけません。あ、自らの手で星を拾い上げるんです。なるほどね、ありがとう。すでに一度解き戻したすげえ、やることは変わらないと。なるほどね。よかった、見て。どうやら声の主はこの子らしい。これだよな。どうしてか吸い寄せられるように女の子の足元にある星の飾りを拾い上げた。光に包まれると知らないはずの記憶が意識の底から浮き上がってくる。これはこの女の子の記憶？この場所の正当な管理者である彼女はかつて眷属だったウサギたちと楽しく暮らしていた。ここは同じだな。そう、彼女こそこの劇場の正しき主、女神だよね。それが彼女の正しい姿。ありがとう、可愛い人の子。あ、可愛いって言ってくれた可愛い子に。正しき私を見つけてくれて心から感謝しますと。そう、私はこの劇場の黒い女神。正当なる夢の管理者。この場所という概念の化身。まあ、笑顔がちょっとなんか前回と違うのかな。私は彼、道化の悪魔の狡猾な策によって、女神としてその姿をバレてしまいました。私という存在は人の子らの意識、無意識のイメージから強く影響を受ける性質を持ちます。道化の悪魔はそれを利用して私から力を奪っていったのですと。すべての力を奪われる前に、なんとか願い星という形で私の力を残しておくことができましたが、彼の支配を受けた私ではそれを正しく使うことはできませんでした。私は人の子らの夢を叶える存在ですから、願い星を扱うには人間の祈りが不可欠だったのですと。あなたがここへ来てくれてよかった。本当にありがとうございますし、愛しい人のこと。はぁ、やれやれだな。結局また僕の負けだよと。まあ、お前楽しいんだけどな。やはり出てきましたね、道化の悪魔。よくも私を散々恥ずかしめてくれましたね。絶対に許しませんと。記憶は残ってんのかな。うん、いいよ、全部僕のせいにしてくれて構わない。君から向けられるものならどんな感情も愛しくたまらないものと。おお、結構悩んでるだね。慈愛にあふれる君の唯一憎むべき敵であれるなら、そんな特別も嬉しくてたまらないと。それでどんな風に僕を殺してくれんだ、愛しい君。何も。私はあなたを害しません。あなたという概念もまた、時に人の子のために必要であると私は思いますからと。けれど、概念の化身たる私とあなたは初めから出会うべきじゃなかった。だから、私たちは出会わなかった。私たちの間には何もなかった。すべてなかったことにしてしまいましょうと。これきついんじゃない？まあ、めちゃくちゃ笑ってると。ああ、僕の一番嫌がることを選ぶなんて、君はひどい子だ。そんなところも大好きだけどと。おー、ナチュラルに告っていくね。振られちまうんじゃないかこれ。でもうん、君ならそうするだろうとは思ってたよと。あなたにしては何やら潔い言葉ですねと。気づいちゃったんだよね。よどまず目ずり続けることが世の断りならば、僕と君はいずれ再び出会って、僕は何度でって君に必ず君に恋をすると。どれだけ時間がかかっても君とまた出会えることが分かってしまったから、今の僕にはもう何の不安も心配もないんだよと。私はもう二度とあなたと会いたくありません。まあ、そうだよね。結構なんか無理やりだったもんね。それは無理だってことは君自身が一番理解しているくせにと。さよなら道化の悪魔、この別れが永遠でありますようにと。また会おうね、僕の愛しい君だと。まあ懲りてないね。お待たせしてしまいましたね、親切な人の子。これより悪夢に染まったこの場所を元に戻していきますと。時期に正常な状態に戻ればあなたもすっきりとした目覚めを迎えられるはずですと。女神様、あ、これウサギかな。あー、もうよかったねこれ。ウサちゃんよかった、ちゃんと元通りですねと。悪者いない？悪者やっつけた？もう悪い目は終わりましたよ。ウサちゃんたちも怖い目に合わせてごめんねと。まあ怖い目っていうか楽しんでたんじゃない、一緒に。平気、女神様好きだと。おー、いいね。好きだと本当に愛されてんね。私もウサちゃんたちが大好きですと。あ、この子たちは私の眷属、とにかくちゃんですと。おー、名前のネーミングセンス結構ひどいね。道化の悪魔によってひどい目に合わされていましたが、元に戻って本当に良かったと。劇場も元通り、そろそろ別れですね。夢が見たくなったらいつでもいらしてくださいね。私とウサちゃんはあなたをいつでも歓迎しますと。本当に本当に優しい人の子、すべてあなたのおかげですと。どうもありがとう。あなたのこれからの生涯が幸多いものでありますようにと。グッドエンドだと。最後に星に願いを、いいエンジングじゃないの？とりあえずエンドリスト全部回収したから、そうだね、まあ、初期化って言ってたから、まあ全部消えたんだけど、いい感じだったんじゃないの？
まあ結構繰り返したね、何回も何回も。何回死んだんだろうね。そこら辺もちょっと気になるけど。まあ、あのキスシーンで元は取れたんじゃない？